はい、皆さんこんにちは、ヨヨンでございます。今回もこちらのチョコエッグ、開けていきたいなと思います。前回はですね、10個開けてね、こちらの9種類が当たったということでね、まあなかなかの順調なスタートとなりました。全部で16種類ある中で9種類ということで、まあ残りが7種類ですね。まずは初代の、マリオ。マリオがここで、ここは揃ってるのがいいですね。この辺揃ってるのがいいですね。で、こちらにハチマリオですね。ギャラクシーのハチマリオで、ここにギャラクシー2のゴロイワマリオ、そして 3D ランドタヌキマリオ、そしてニュースーパー2のゴールドマリオ、そしてマリオメーカーのビルダーマリオ、そして最後なんだかわからないシークレットということで、こちらの7種類をね、今回のこちらの10連で当てていきたいなと思います。さあ、じゃあということで今回もこちら10個箱を開けていきましょう。オープン、ほっ、はい、出てきました。はい、新品10個の新しいチョコエッグになります。今回こちらを開けて残りの7個を当てていきたいなと思います。では早速いきましょう。1個目です。いきましょう。やっぱりシークレットが何になるかですよね。シークレット、それを当てていきたい。やっぱりシークレットね、多分確率も低いと思うんでね、シークレットを今回当てられるかが重要。まあまあ綺麗に開けられたんじゃないか。さあ1個目。お、詰まってるね。詰まってるのなんか多分あったんだよな。1個ぐらいいきます。頼む。ほっ、ほい、おー、きたー。これは詰まってるよね、確かに。はい、ギャラクシー2ゴロイワマリオですね。はい、スーパーマリオ、ギャラクシー2ゴロイワマリオ。あ、すごいゴロイワマリオ、ゴロゴロこうやって転がせるよおー、これ原作再現してるね。はい、台座をつけるだけで完成です。ということでスーパーマリオギャラクシー2ゴロイワマリオですね。おー、いいね、ゴロイワマリオ。はい、さあ、いい出だし。2個目いきましょう。お、これは綺麗に開いてたね。さあ2個目いきましょう。お、これも聞いたことない音なんじゃないか。ほっ、さあいけ、ほい、はぁおい、ちょっぱなからそらねえだろ。さっきあんな詰まってたのに、なんで全然音違かったね。いやー、しょっぱなから1個目2個目がダブリというね。はい、ゴロイワマリオ2個目でございます。はい、ゴロイワマリオ2つ目。いやー、早速ゴロイワマリオが2つ揃ってしまった。さあ気を取り直して3つ目いきましょう。はい、3つ目、結構詰まってる感じ。オープン、ほっ、何これ。え、あ、土管がある。え、はい、マリオ&土管。あれ、これはないよね。お、あったやったー、シークレットだこれ。ないね。お、来ました、マリオ&土管。これがシークレットですね、おそらく。来たー、やったぜ。はい、こんな感じですね。はい、マリオ&土管。おー、いいね。これにはね、こういうあの台座がついてなかったね、看板が。まあマリオ&とかはもう初代からずっと受け継がれしものですから、もう全シリーズにあるからっていう感じなんかな。だからもうシリーズ何とか関係なく、もうマリオ&とか一つのもうマリオという感じなんでしょうかね。あー、無敵マリオじゃなかったね、シークレット。まさかの変身じゃなく、もう土管っていうね。あー、新しいね。おお、やったぜ、シークレット3つ目でゲットです。さあ、じゃあ残りはこれで、初代のマリオ、ハチマリオ、タヌキマリオ、ゴールドマリオ、ビルダーマリオ、残り5種類ですね。それを残り7個で残り5種類を当てる。うん、いけるだろう、行こう。さあ、じゃあ4つ目いきましょう。さあ、じゃあ4つ目でございます。いきましょう、オープン、ほっ。1個も出なかったのに、今回でもう早くも3つ目、4つ開けて3つがゴロイワマリオって。マジか、これはやってくれたね。ちょっとゴロイワマリオそんな匂いしてきたわ、だんだん。うん、そういうキャラかもしんないよ、ゴロイワマリオ。まさかのボールが3つ。はい、ゴロイワマリオ3種類です。さあ、じゃあ5個目いきましょう。さあ5個目いきましょう。オープン、ほっ、はい、スーパーマリオ 3D ランド、タヌキマリオでございます。オッケー。はい、タヌキマリオですね、3D ランド。いいね。尻尾もいいね。はい、ということで、タヌキマリオ。はい、ということで、残り半分でございます。残り5個。残り半分で、ここと、ここと、
こことここ残り4つだ。残り5個で残り4つを当てる。いけるいけるだろ。行きましょう。さあ6個目開けていきましょう。さあ6個目行きましょう。オープン。ほっ。お、あー違うんだって。マリオ&キャッピーですね。はい、マリオ&キャッピー2体目でございます。まずいぞこれは。残り出てないのが4体、そして残りの買ってあるものも4つということで、もうダブリは許されない。残り4つでそれぞれ当てていかないと。さあ行きましょう。さあ7個目いきましょう。オープン。ほっ、頼む、来い。まさかのシークレット2体目。おわ、これは逆にすごいんじゃないか。一つの箱買いに2つのシークレットが入ってたということで、うわー、クソ残念。はい、ということでシークレットが2体目でございます。あー、残り4つで、もう残りは3つなんで、もうこれでコンプリートはできなくなってしまいますね、残念ながら。でも残り3つでね、全てダブリなしで取っておきましょう。さあ行きましょう。8個目。さあ8個目行くぜ。オープン。ほっ。あー、またマリオワールドか。2人出てんだよね。3体目か。まあやっぱりここまで揃ってしまうとね、ダブリが出てきたよね。なかなか新しいところ1点狙いってのは難しい。さあ9個目でございます。さあ9個目、頼むね。行くぜ。オープン。ほっ。ほっ。あー、ハネマリオ。はい、ハネマリオ2体目ですね。さあ早くもラストでございます。まだ出てないのが4つある中でラスト、ここはね頼むの。この4つのうちの1つは確実に当てておきましょう。さあラスト頼むぜ。ラストオープン。ほっ。おー、やったー、来たー、ゴールドマリオだ。はい、ニュースーパーマリオブラザーズゴールドマリオということで、めっちゃ金ピカやん。なんかこれがシークレットみたいだね、すごいね。ということでラストはこちらゴールドマリオでございます。いいね、なすげえゴールドマリオ豪華だね。こんなね、台座からピョーンってこんなに離れてるね。離れてこんな特殊なものもあってね、こういうファイヤーボールもあっていいですね。めっちゃ金ピカ、超金ピカ、いいねこれがシークレット感あるわ。はい、ということで、いや最後にふさわしいですね、ゴールドマリオ。はい、でゴールドマリオはじゃあここですね、ここ。はい、ということで以上になります。いやまさかの初代のマリオ当てたかったな。初代マリオが当てたかったけど、初代マリオ当てられなかったですね。そして8マリオは出なかった。そしてこの辺出て、あとはこれですね、ビルダーマリオ。ビルダーマリオも欲しかったですね、ここ。はい、ということで振り返っていきましょう。私がチョコエッグ20個を開けた結果はこのような感じになりました。まあでもね、シークレットも2体だし、まあ十分揃ったんじゃないですかね。残り3つが揃わなかったという感じですかね。まあ十分良かったんじゃないかなと思います。今回はね、チョコレートの方もね、こんな感じで綺麗に大体開いたんでね、これは後でユアヨンが美味しくいただきたいと思います。はい、ということでチョコエッグの20個の開封は以上になります。ありがとうございました。ということで、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。では皆さん、さよなら。